はい、おはようございます。少子も漁師濱家です。漁師の休日ということで、結論から言うと痩せてません。僕のはチートデイという名のただの暴飲暴食動画なので、そこはお間違いのないようご了承ください。まあ興味ないと思うけど、いつもの腹筋と体重見てみましょう。お腹はこんな感じで、逆に腹筋がなくなりました。消滅で、体重70キロ、脂肪がついて体重が落ちてるということは、筋肉がめちゃくちゃ落ちてるということなのでめっちゃダメな痩せ方してますね。ダメだな。で、結局1週間に1回とか言いながら暴飲暴食をちょっとたまに挟んじゃうので、まあ、それがダメな原因だと思います。あと酒の飲みすぎ、まあいいんですよ。それで今日も宅飲みということで、おかずを取りに網を仕掛けてました。まずは取りに行きましょう。まあなんかいるだろうと舐めていたんですが、何もいませんでしたので、冷凍していたあんこ、そして置いていたウマヅラハギとアナゴですね。この3つを使って調理していきます。で、まあ飲み動画なんで、調理はサクッと、レッツゴー。あんこは湯通しにして、バッターで、この身とかを適当な大きさに切り分けておきます。なんやかんや、あとはもう適当にやります。はい、まあなんやかんやでこうなりました。これが胃のホルモン風炒めに、ウマヅラハギの刺身、アナゴの煮付けで、魚の煮付けと卵で、これ煮詰めたタレかけ。寝てきたんか、お前は。すぐ来るな。まずは食前酒。で、ビール。で、これあんこうの胃のホルモン風炒め。うん、弾力がすごい。この生肝と食うのが一番好きです。うん、あんま。で、これがアナゴさん。いや、フグタ君、今夜いっぱいどうだい。
めちゃくちゃ美味しい。でこれ萩の卵、うん、あんま美味しくないな。これが最高です。これが一番好き。どったまだるじゃん。マダラが寂しそうにしております。次はハイボールレモン。プシュで、これアンコウ汁、アンコウ汁。好きじゃないな。なんか変わった味がする。東ドイツの伝統的な白ビール。なるほどな。あ、確かにバナナとかなんかちょっとフルーティーな香りがする。そう聞いたら悪くない。なんか今日は作る方に労力回しすぎてちょっとなんかしんどい。こういうお菓子があって、お菓子も食べる。こんなんや、これ。うん、うまいな。チョコチップゴッキ。うまい。やっぱデザートは別腹。クリームサンドビスケット。オレオ。なんか今日は調子が悪いので、一旦休憩。はい、起きました。じゃあ次は夕食です。ハリカ、もう、うん。ちょっと分からんのかかったもん、かかってない。まあね。でもみんな隠れるんだよ。もうほんまにやばいよ。金が入ってきやだ。喜びや、めちゃくちゃ。うん、もう出しちゃってくれ。帰ってくるか、帰ってくるか。帰ってきたらやばいよ。ということで。もうめっちゃ食べた。うん、めっちゃ美味しい。タイトンはタイトンでうまい、はい、生は生でまたうまいな、うん、しっとりっつうこれ、なるほど、きれいやつ、うん、カット何するのかな。食べる、妹が何やら変なジュースを作っておる。1時間もらう。箱。
うん。なんてだな。どれだけ背丈が、超やうめし、はい。これ結構アルコール高いんや、14%もある。ゆっくり飲まんとな。はい、梅酒も飲み干して、梅酒が、じゃあはお菓子が食べたくなったので妹にちょっと運転頼んでます。よろしくね。何？キモいと言われました。ジーマなんか飲んでからね、ほんとお肌がねすっごい赤くなってきて、もう嫌になっちゃう。このラーメンとティラミスちゃんっていうレモンサワー、なんか美味しそうなビール、これビールかな、これストロベリーでグミ、とりあえずこのこれから飲むか。おい、なかなか変わった味だな。うん、ちょっとね、その軽やかな風味があるというか、すごいパンチは強くないんだけど、豊かな香りもするし、こう、ホップな感じだな。君とのラブストーリー、うん、アンパンマングミ、ウマダラちゃん。確かこのね、紙も確か食えるんだと思います。これ、非常に美味しかった。うまいよね、残念そうやけど。仕方ない。じゃあラーメンぬくめるか、この綺麗な電子レンジでな。これできたで、これ熱っ熱っ熱っ。でこれを入れるんか、そのまま。おお、そこにこのなんか特製スパイスってやらをぶち込むみたいだ。そしてこれをこう混ぜたらできるという、そういう画期的なラーメン。ああ、なんか塩コショウのような匂いがしてきたな。なんかまだちょっと硬そうだけど、ちょっとするとスープをいただいてみようか。さあ、スープは一体どんな味だろうか。うん、あ、美味しい。すごいなんか豚骨の、なんか豚骨の味がする。でこのなんかこの麺をちょっともらおうか、これ。なかなかうまいけど、ちょっとパンチが足りないな。パンチが足りんから、これちょっと一味を入れるぜ。これでパンチの方は制覇できたで。旨味成分が足りん。この魔法の粉をこれちょっと入れる。おばあちゃんの特製の魔法の粉、これで旨味を足すで。うん、うまくなった。ね、このなんかクランキー、これ美味しそう。はい、じゃああと3時間ほどは飲もうかなと思いますが、もう電池がやばいんで今日はこの辺で。今日はちょっとしんどくてあんま飲めんかったんですけど、本日のご視聴ありがとうございました。じゃあネタコマペッ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 ピッ。はい、ありがとうございます。どれどれ、翌日の体重はどうかな？げっ。え？0.8キロ。最大幅だ。